きつねうどんの起源は、明治26年に大阪の船場地区にある松葉屋、現、宇佐美亭松葉屋といううどん店で始まりました。この料理は、店が提供したブラウンを客が酢うどんに乗せて食べ始めたことから生まれました。この組み合わせは、大阪府民にとって重要な2つの文化、つまり深いこだわりを持つだし、文化と愛されるこのもの文化をシンプルかつ存分に楽しめるものです。きつねうどんという名前は、油揚げを好むとされる狐に由来しています。狐は稲荷が身の遣いで五穀豊穣の象徴とされており、歴史的に稲荷神社には油揚げが備えられています。時期によって狐うどんのバリエーションがありますが、京都の狐うどんは特に短冊に切った油揚げと九条ネギを使ったうどんとして知られています。これにより地元の特色を生かして愛される一皿となっています。